はい、皆さんこんばんは、太陽チャンネルです。はい、今日はこちら、よいしょしょじゃん。はい、ということでバンダイから出てる妖怪メダル第5章、妖魔界の強者たちをワンボックス買ってきました。やった、久しぶりだね。バイバイ。あ、終わっちゃったよ。バイ。ブームが少し落ち着いたとはいえ、まだまだ人気があるみたいですね。で、今回は妖怪メダル全30種で、うちホロメダルが8種、ノーマルメダル22種となっております。まあこの辺は、まあ、実際どうでもよくて、狙うはただ一つですね。チリチリ、あかりです。はぐれメダルを狙いたいと思います。ザク、ほぼよいしょ。やったーやったーやったー、100万円ゲット。なんで。それでは12パック、一気に開封したいと思います。はい、開封するぞ。イエイイエイイエイ。はい、はい、それでは気になる1パック目。いいよ。いや、本当に久しぶりだね、妖怪メダル開けるの。さあ、1パック目はお父さんも開けていい？いいよ。太陽が開けてる間にお父さんも行きますよ。それ。はい、1パック目はカブトさんと鎧さん。すごいね、これでワンセットかな。じゃあお父さん、いくぞ、せーの、ジョン。はい、ノーマル。これちょっと読み方ちょっと全然調べてないですからね。不破の武士っていうのかな。で、もう一つが日暮らし丸。あ、ピカピカの出た。ほら出た、見せて。出た、見て。出た。おお、あ、かわいいの出たじゃん。吹雪姫と先駆けの助。さ、今3パック開けましたよ。いい？いいよ。これダメです。ホロメダルデイ、ホロメダルゼロ。あ、土の子パンダ。嘘？え、マジで？おお。土の子パンダよ、味方してはぁ、うん、そう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 、歌にあったね、土の子パンダ。かわいいじゃん。土の子パンダよ、味方してはぁ。そしてもう一つが同格になってます。お父さんも開けたからね。お父さん5パック目いきますよ。はぐれメダル、こい、じゃん。おお、波がっぱ、サーフィンしてる。そしてホロメダルですね、プラチナ角。そして6パック目、じゃん、銀角。お、銀角、銀角、銅角、プラチナ角。おお。そして最後がザンバラ刀っていうんですかね。はい、7パック目。早いね、もう7パック目あのキラキラ以外興味ないでしょ。はい、歌舞伎猿と化けあられですね。化けあられ。うん。8パック目。8パック目はキラキラ。キラキラ。キラキラ。お、あ、持ってない持ってない。はい、8パック目は富士見御前っていうんですかね。でもう一つが大角神神。あとからテレビ見るんだ。いいよ。うん、妖怪ウォッチ見る？開封したら。はい、ということで、あと残り4パックです。頑張るぞ。おう。おう。おーい。さい。さい。さあ、出てこい。せーの。ドン。うわー、出ないね。なかなか厳しいね。チキルンジャと桜の島。なんかそんな寂しそうにしちゃった。出ないから寂しい。はい、10パック目はヤマトとモテモテン。発音とか大丈夫ですかね、モテモテン。さ、11パック目。もう11パックだよ、早いね。さあ出ろよ、うん、これ最後だからね。わー、ソーセージだ。え、ソーセージ。キラキラ、ソーセージ。キラキラじゃない、ソーセージ。始めるよ。はい、太陽曰くソーセージと武者カブト。料理作らないけどね。わー、最後で。はい、っていうことで、さあ、ラストですよ、ラスト。ラスト12パック目、出るか。出る。可能性低そう。可能性低そう。さあ、出るか。さあ、出ろ出ろ出ろ。
さあ出ろ、はぐれはぐれ、ま、はぐれ。おばあさんが、おばあさん、おばあさん、ふぅ何この推し、まあ推し、かすりもしてないか新おばあですかね。はい、残念、ラスト。そして最後が極道。お、すごい進化してるね、極道。はい、ということで今回は妖怪メダル第5章、妖魔界の強者たちをワンボックス開封して、こんな結果となりましたね。なかなかはぐれメダルにはちょっと出会いそうになかったですね。厳しそうです。まあ今回土の子パンダが出たんで良かったんじゃないかな。ね、いいよね。土の子パンダ読み方して、はあ、そればっかりだよ。はい、ということで、妖怪メダルワンボックス開封動画でした。ということで太陽チャンネルでした。バイバイ。開けるぞ、開けるぞ、また見てね、また見てね。